回はドラゴンボールに登場する君に自信ありのスキンヘッドナッパについて見ていきたいと思います。サイヤ人の王子ベジータの側近を務めていた自称エリートサイヤ人ナッパ、強キャラチビガリとゴリマッチョのカワセ大男というアンバランスデコボココンビの先駆け的な存在です。フリーザによる惑星ベジータ破壊時に他の星を攻めていたため生き残ることができた運の良さを持つラッキーサイヤ人です。サイヤ人のエリートを自称するだけあり、その力は圧倒的な強さを誇ります。悟空の兄であるラディッツをクソザコ呼ばわりしていたことからも下級戦士とは格が違うことがわかりますね。尻尾をつかまれて情けない姿を晒していた兄さんとは鍛え方が違うのです。臨戦態勢時のエフェクトがスーパーサイヤ人2みたいになっていることからもその恐ろしさがわかりますね。使用する技はどれもが当時では考えられないほどの威力でした。ナッパの代名詞クンは街一つを跡形もなく消し去る大爆発。地球に到着して早々この技を使ったためナッパの恐ろしさが余計に際立っていましたね。Z 戦士との戦闘時に使用したピは底が見えないほど深い地割りを引き起こすめちゃ強ビーム。カパは戦闘力で大きく上回る悟空ですらびっくりするほどの破壊力を誇ります。これら強力な技に加えナッパ自身のフィジカルも最強クラスだったため当時の読者は絶望感に苛まれたに違いありません。読者に最も絶望感を味わわせたのはフリーザでもセルでもマジンブーでもなくこのナッパなのです。まあまあ強い扱いの天津飯がパンチ一発で腕を吹っ飛ばされたり、チャオズの命がけの呪縛と天津飯の死に際の気功法を食らってもほぼ無傷で、当時最強格だったピッコロさんでも全く勝負にならないというとんでもない絶望感でした。1年間も修行に励んできた Z 戦士たちが全く歯が立たないという絶望感、立て続けに3人も退場させる強さには恐怖を覚えましたね。地球人は戦力外であることを決定づけた戦いとも言えます。後から悟空が来るとはいえ、それまでに全員がとっちめられるのではないかと思わせられる容赦のなさ。しかもこの最強スキンヘッドがビビり散らす M 字ハゲが後ろに控えているという二段構え方式、ラスボス前の中ボスが強すぎる現象です。ちなみにこの戦いは異常にハゲ率が高い戦いでもあります。ナッパ、クリリン、ピッコロ、天津飯、チャオズのスキンヘッド軍団に加え M 字ハゲのベジータ、さらにヤムチャ専用爆撃機の栽培マンもハゲでした。つまり世界の命運はハゲに委ねられていたということです。そして自分より強い悟空相手にもわりかし前線を繰り広げるという底力を発揮しています。戦闘力では悟空の半分以下なのにまあまあ食らいつく粘り強さを見せていました。あまりにしつこいので悟空もナッパも頭の上に乗るという何の意味もない煽り行為をしていましたね。しかし仲間のハゲが3人もやられたのでハゲの頭の上に乗るのも仕方ないのかもしれません。これにはノブさんもにっこりです。そんな最強スキンヘッドナッパさん、ベジータの命令にはわりかし素直に従う可愛らしい一面もあります。子供の頃からお供をしていた坊ちゃんには優しいタイプのおじさんなのです。もしナッパよけろを聞いていなければあの時点でザンと言っていたことでしょう。そんな素直なところもナッパさんの魅力ですね。しかしその最後はベジータにコッパみじんに粉砕されています。いくら使えない部下といってもひどすぎますね。ベジータはあのままナッパを生かしカプセルで回復させておけばボロボロの悟空たちを始末できていたかもしれません。しかしそんな愚行はサイヤ人の誇りが許さないのでしょう。現在の優しいベジータを見るとナッパは一体どんな反応をするのでしょうか。